熊本都市バス本山営業所、熊本都市バス株式会社本社熊本都市バス本山営業所は、熊本都市バスのバス営業所の一つ、熊本都市バス本社が置かれている。熊本市営バスの民間以上に伴い、熊本市営バス上熊本営業所本山社庫を引き継いで2009年4月に発足した。所在地は、熊本市中央区本山2丁目9番32号。 最寄りバス停は本山営業所。最寄り駅は JR 九州熊本駅、熊本市電熊本駅前から徒歩5分。主に熊本市西南部の路線を担当する。定期点検程度の自社整備工場を合わせ持っているが、点検、整備は九州産高温とサービスに委託している。熊本市の中心部の周りを一周する路線である。また、熊本駅から上、 熊本駅に向かうには、市電の金島町の理解を除き、JR と同学で行ける手段でもある。熊本学園大学からの要請により、2011年10月から運行開始。講義時間に合わせて運行し、一乗車100円で学外の人も利用可能。車両は、熊本学園大学のラッピングをした専用車両が使用されるが、休校運休時は、 他の路線に使用できるようになっている。なお、熊本駅向きのみ水道町での降車が可能。2019年9月11日の系統番号変更に伴いキロリットルの系統番号が付与される。2012年4月、コミ営業所へ移管。その後、2021年3月末をもって運行から撤退。2019年5月31日で廃止。旧、野口県群船。 2013年4月、熊本市交通局から譲り受け、熊本城周遊バス、白めぐりん、運行会社について平成23年10月1日から、熊本都市バスが運行。九州三考バス、2011年8月26日閲覧。ありがとうございます。